瞳としてプレゼント、空に光るあの星を二人の。やばいやばいやばい、今日大遅刻しちゃってるよ。絶対ミオに怒られる。ああ、最近全然遅刻してなかったのにな。急がなきゃ。ごめん、お待たせ。もしかして2人とも怒ってるよね。怒っているというよりか、もう呆れていますよ、お姉様。魔王様、最近は遅刻癖が治っていたと思っていたのに、今日はなぜ遅れたのですか？いや、私の推しがね、最近配信をよくしてるから、ついつい夜中に通知が来て見入っちゃって。はあ、お姉様、おいくつだと思っているんですか？もうそんな子供みたいなこと言うのやめてください。私みたいに早く素敵なボーイフレンドを見つけてくださいね。いや、それはノーコメントで。ではでは、お二人とも今日も月に1回の訓練を行いますよ。あのセバス、これって何の運動なの？何って見てわかるじゃないですか。ストレッチですよ、ストレッチ。いや、ストレッチにしてもこれちょっと痛いんだけど。お姉様、このぐらいで痛いって言ってたら本番どうするおつもりですか？いや、本番って何のことかな、ミオ。はあ、なんかこれストレッチにもなってない気がするんだけど。今はお家で過ごしている人が多いみたいですからね。やはり家の中でもできる運動を私が教えましょう。いや、セバス、私たち魔法の訓練したいんだけど。それはお姉様、私も同感ですわ。うるせえ、黙って俺の言うこと聞いてりゃいいんだよ。どうしたのセバス？いきなりキャラチェンジがすごいんだけど、顔がなんかいつもと違う。おっと、すみません、取り乱しましたね。元に戻しました。いや、なんか一個元に戻ってないよ。下すっごい動いてるけど、セバス大丈夫？ちえねえ、あっさん、疲れるな、これも。お姉様、体がなまっているんじゃありませんか？いや、ミオ、早すぎだよそれ。魔王様、少し言いづらいのですが、もしかして。何セバス、一体なんか私の顔になんかついてる？いいわセバス、私が代わりに言ってあげるわ。よろしいのですか、ミオ様。お姉様、前から少し気づいていたのですが、お姉様、お太りになられました？私、太ったかな？いや、お姉様、そこでピタッと止まる方がすごいですわよ。そうだよね、私絶対太ったよね。正直自覚ある。だって夜中にビールとポテトチップスとか食べてるもん。そんな生活を送っていたのですか？なんかまさに一人暮らしの OL の方みたいな。あ、これもちょっと失礼ですが。それはでも問題ですね。やはり基礎体力が大事ですから。お姉様、ここは私と一緒にダイエットをいたしましょう。はあ、ダイエットか。家でお塩つまみにしながらビール飲みたい。いや、お姉様、本当に痩せる気あるんですか？そんなこと言ってたらいつまでたっても彼氏はできませんよ。まったくもうお姉様は。はい、わかりました。こうして私のダイエット企画がスタートしました。ねえミオ、海岸の方でいいの？そうですわ、海岸に向かってくださいお姉様。何するの海岸で？いいですから、私が特別なものを用意しておきましたよ。特別なもの？何それ？なんでヤシの木がこんなちょっと並んでるの？しかもなんかヤシの木ちっちゃ。お姉様、私がお姉様のために特別なダイエットプランを考案いたしましたわ。まず私がお手本を見せるので、お姉様見ていてください。あ、わかった。何するのヤシの木使って？簡単なことですわ。こうやってヤシの木をこう8の字になるように通り抜けるだけ、それだけですわ。ほら、お姉様も早く来てください。なんだ、そんなことか。そんなのだったら私簡単にできちゃうよ。ほら、こうやってヤシの木をかわしてと。全然楽勝と思ったけど、結構意外と疲れるわねこれ。やばい、これ何回続けたらいいのこれ。はいお姉様、何休んでるんですか？早くもう一周してきてください。いや待ってみよ、もうこれ20周目なんだけど、さすがに私もう足パンパンなんだけど、はあ、はあ、もう限界だよみよ。もうお姉様ったらそんなことで弱音を吐いて、せっかくお姉様あの頃の気持ちを取り戻すために体操服をわざわざ引っ張り出してきたのでしょう。ふん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 、今回の新曲結構いいな。一人で海眺めながら音楽聴くの好きなんだよな。んなんだ、あんなところにヤシの木なんて生えてたっけ。っていうかあれって、おい何やってんだお前たち。ああ、早乙女少年か。今日も元気かい。いやお前全然元気なさそうだけどな。つうかなんでお前体操服なんだよ。今ちょっと運動中でさ、私家にジャージとか持ってないから、高校の時着てた体操服引っ張り出してきちゃった。そっか、まあ別に悪くないと思うけどさ。お姉様イチャイチャしてる暇はありませんよ。早く続きやりますよ。はい、わかりました。なるほどな、そういうことか。ダイエットのために今こうやって海岸で走ってるわけね。早乙女さんでしたっけ。あなたからも言ってあげてください。男性の方に言われる方が効果てきめんですよ。ああ、別に俺はあいつが太ってるとは思わないけどな。恋は盲目と言いますからね。バカ、そんなんじゃねえよ。お姉様お疲れ様でした。今日はもうこのぐらいで大丈夫ですわよ。はあ、やっと終わった。ダイエットって根気いるな。おい見ろよ、あんなとこでバーベキューやってんぞ。私が苦手とするパリピという人種ですね。ほっといて早く帰りましょう。お肉、ビール、お肉、お姉様、何どこに行くんですか。匂いにつられていかないで。お、なんだムチムチの姉ちゃん、もしかして俺たちと一緒にバーベキューしたいのか。ムチムチ、それって私が太ってるって言いたいの。ちょっぴり太っているかな。まあでも抱き心地は良さそうだけどな。どれどれ僕が抱き心地のチェックをしてあげよう。あ、ちょっとやめて。いい感じに脂肪がついているじゃないか。どれもう少しチェックしてあげよう。おいその辺にしとけ、嫌がってんだろ。なんだいひょろひょろの体した君が僕に勝てるとでも思っているのかい。僕はねジムのインストラクターをやっているぐらいに筋肉もムキムキなんだよ。はっ、頭の筋肉をほぐしてくるんだな。ダメ、喧嘩しちゃダメだよ早乙女少年。だってこいつお前のことバカにしてたぞ。そろそろその緩んだ口元を僕が鍛え直してあげるよ。やばい、どうしよう。あ、お兄さん、タンクトップじゃこの季節寒いですよね。私は運動した後なんであったかいですけど、よかったらこれ着てください。この冬服。ちょっと君、何をするんだ。いや、やめたまえ。あ、頭がハゲているのがバレちゃうだろう。お前ハゲてんじゃんかよ。なんだよそれ。なんだお前ハゲてたのか、知らなかったよ。これからは筋トレじゃなくて育毛に励むんだな。くそー、君たちのせいでバレたじゃないか。恥ずかしい。早乙女少年、今のうちに早く行こう。おう。あら、お二人して手をつないで仲がよろしいんですね。私はもうそろそろ帰らせていただきますわね。じゃお姉様さようなら。小学生ながらにして空気が読めるわ私。ごめんね早乙女少年、私またなんか巻き込んじゃったよね。いいよ、お前にはいっぱい助けてもらってるからな。っていうか別に無理してダイエットなんてしなくてよくね。今のお前で十分だと思うけどな。ダメ、そうやって甘やかすから真央ちゃんがブクブク太っていくんだぞ。別に甘やかしてねえよ。まあ俺も暇だからさ、お前のダイエット付き合ってやるよ。そっか、ありがとう早乙女くん。なんで僕いきなりこの最後の終盤で登場してるの。翔太くん早く、今日は僕の出番ないと思ってたのに。なんで最後にこんなことやらされてるの。なんか最初は辛かったけどみんなで走ってたら楽しくなってきちゃった。そうだな、じゃ俺も行ってこよっかな。ほらほらガキンチョ、どけどけ、邪魔だ邪魔だ。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタンもよろしく。 Twitter とか Instagram もよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も笑顔で頑張るぞ。バイバーイ。